ミルコスロムカは、ドイツヒルデスハイム出身のサッカー指導者。1989年から1999年まで、後の代表選手になるゲーラルド・アサモア、セバスティアン・ケール、ペア・メルテ・ザッカー、ファビアン・エルンストがいたハノーファー96のユースチームを率いた。1999年からテニスボルシア・ベルリンのユースコーディネーターを担当。 2000年当時にブリーグに所属していたテニスボルシアベルリンは同リーグでのクラブライセンスを剥奪されレギオナールリーガに移った後にほぼすべての選手がチームを去ったそのような厳しい中2000年7月19日監督を引き受ける1週間以内にシーズン開始に向けてほぼすべての選手を新たに編成しなければならなかった 2001年から2004年までブンデスリーガのハノーファー96で、ラルフ・ラング・ニックの下で、トップチームのコーチを担当する。2004年10月1日から2008年8月5日まで、ブンデスリーガのシャルケ・レイヨンと契約を結ぶ。差し当たり、ラルフ・ラング・ニック監督のアシスタントとして、トップチームのトレーニング担当になる。2006年1月4日、シャルケ・レイヨンの監督に就任。 2005から06シーズン後半、UEFA カップ2005から06の準決勝で、当大会で優勝する、セビージャ FC と延長戦にも連れ込む激闘を交わす。ブンデスリーガでは4位の好成績を残す。2006年11月、若干20歳のマヌエル・ノイアーを、政治系に抜擢し、チーム改善に成功する。13試合で11勝し、数ヶ月にわたって、 首位を独走した。同シーズン、チームを準優勝に導く。2007から08シーズンの UEFA、チャンピオンズリーグ2007から08ではチームを、準決勝進出まで導き、FC バルセロナと接戦を繰り広げた。2006年から2008年までドイツにおいて、1試合平均勝ち点1.8を記録し、オットマーヒッツフェルトに次ぐ成績で、最も成功した。 監督の一人に数えられた。2008年9月には、ドイツ人監督ベルントシュスターの死体1週間にわたり、レアルマドリードで、さらなる研鑽を積んだ。2010年1月19日、ハノーファー96の監督に就任。この時点でチームは2009から10シーズン第18節で16位、降格の危機にあった。シーズン最終戦で、同じく残留争いをしていた。 VFL ボーフムに3から0で勝利し、チームをブンデスリーガに残留させた。2010から11シーズン第5節で、ベルダーブレーメンに4の1で勝利し、ブンデスリーガ監督として100試合目で50勝を手にした。シーズン前半は、校長を維持し、クラブ史上最高位となる3位で折り返した。2011年1月25日、2年の延長契約を結ぶ。 同シーズンを4位で終え、クラブとしては19年ぶりに UEFA ヨーロッパリーグの出場権を獲得する。2011から12シーズン前半は上位を維持する。UEFA ヨーロッパリーグ2011から12のプレーオフラウンドでセビージャ FC に勝利し、グループリーグ進出を決める。グループラウンドでスタンダールリエージュにつく2位で通過し、決勝トーナメントへ進出する。 クラブブルフヘ、スタンダールリエージュに勝利し、同大会で優勝するアトレティコ・マドリードに、赤敗するがチームを準々決勝まで導いた。国内リーグはシーズン7位で終えるが、UEFA ヨーロッパリーグの出場権を獲得する。2012から13シーズンも UEFA ヨーロッパリーグ出場資格を得られる順位に長らく一致していた。 2012から13シーズンの UEFA、ヨーロッパリーグでは、グループステージを首位で通過し、チームをラウンド32まで導く。2012年12月、2016年夏まで、契約が延長された。2014年2月17日、51年以来、最悪の17位に沈んでいた、ブンデスリーガ所属、ハンブルガ SV の監督に就任。 ブンデスリーガ2部でも該当する2016年6月30日までの契約にサインする2016から17シーズンのウィンターブレイクが始まってすぐブンデスリーガ2部所属のカールスルー SC の監督に就任2016年12月22日2018年6月までの契約を結び2017年1月3日にチームと合流指導した 2019から20シーズン、ブンデスリーが2部所属のハノーファー96へ戻り、監督に就任。ありがとうございます。